はい。それでは、明けましておめでとうございます。はい。ようやく、うさぎ年、2023年になりましたね。いやー、という間1年早かったですけど、また今年も皆さん、よろしくお願いします。今年こそはね、ぜひ、株価もね、ぴょん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 跳ねていっていただければと思うんですけれども、今年ね、一発目というところで、保険225というところでね、私が紹介してきた、銘柄の紹介した翌日のですね、終値をベースに、ベース100として、その変化率を追っていった銘柄群があるんですけれども、その振り返りをちゃちゃってやっていくのとですね、その中でも、いろいろとあるんですけど、ちょっと3つの銘柄引き続き監視していても面白いんじゃないかなというところでね、新年一発目というところで、撮っていきたいと思います。ぜひね、皆さんラジオ感覚で、2倍速とかで聞いていっていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ではですね、まずホッケー225なんですけれども、大納会終わった時点でですね、18勝14敗というところで。で、損益率というところ、一応ね、全部銘柄を翌日の終値ベースで買ったとして、その12月の30日まで持ってたらですね、10.17% というところで、これ買った時のね、株価とかにもよるんですけど、今年値上がして、陰線だったので、まあな展開だったんじゃないかなとは思っております。多分ね、2023年の方がもしかすると、ここは状況的でいいのかもしれないんですけど。長く持ててそんなに、リスクも少ないような銘柄。で、なおかつテーマ性があるっていうところでね、引き続き紹介していければと思います。でね、まず勝ち目がトップ3というところで、12月30日で、やっぱりね、これですよね。アクリート。アクリートはもうえぐいっすね。185倍、約3倍ぐらいになってますよ。これまだまだ伸びていく、市場ですんで、株価がどこまで織り込んでるかわからないんですけど、まだまだ期待できるんじゃないかなとは思ってます。個人的にはね、ホルダーの皆さんには大変申し訳ないんですけれども、安いところ拾っていきたいんで、落ちていってくれたらすごいありがたいなというところですね。で、第2位がね、朝日有機材ね、これ強いんすよね。いや、この相場で半導体銘柄下げてるんですけど、なかなか下げない。朝日有機材が半導体銘柄かっていうところも、てんてんてんなんですけれども、なかなか強いんですよ。というところで、46%。で、3番目がね、タスキ。これね、ちょっと今私もね、1000円台だったら、入ってもいいんじゃないかと思って、ちょっとね、2022年で買って年明け、系まで持ち越すのはちょっとリスクがあったので、まだ入ってはないんですけれども、タスキちょっといいんじゃないかなと思っております。が、もうタスキがね、一応第3位というところになっております。で、負け銘柄、ちょっと残念ながらね、株価がちょっといまいちだったっていうところ、トリプルアイズ。マイナス30%。トリプルアイズね、なかなかいいと思ってるんですけど、ちょっと厳しい展開ですね。で、暁もね、株価底値圏だと思ってるんですけど。個人的にはこの位置だったらまだ全然、もちろん難品余力は必要なんですけど、全然いいんじゃないかなと思ってますね。で、スクロールもね、ここ保守的なところなので、これね、要注意なのが本決算です。ゴールデンウィークぐらいの時の決算は、多分ね、翌年、翌年のですね、24年3月期の
決算は結構保守的に出すんで、そこはね、またがない方がいいんじゃないかなと、個人的には思ってるスクロールですが、まあ、こんな感じのトップ3とワースト3でございます。はい。で、2023年で、ね、私、まあ、個人の、あれなんですけど、まあ、やっぱりね、もう一大テーマっていうか、2023年、多分、ここのセクターは確実に入っていくんじゃないかって、まあ、防衛ですよね。まあ、これもね、間違いなく入ってくると思うんですよね。うん、防衛費かなり上がってますし、内訳見てもですね、まあ、スタンドオフ能力とか、あと研究開発もね、かなり上がってますし、サイバー関連も大幅に上がってます。というところで、やっぱ三菱重工、川崎重工、IHI。まあ、このね、大手3社は、やっぱ、要チェックやって感じだと思いますね。うん。で、まあ、時価総ちっちゃいところで、ホセア加工、飽和工業。ホセア加工はね、やっぱ結構、値動きが激しいところはあるんですけど、うん、まあ、ここだけも確実に恩恵は来るんじゃないかなと思ってます。で、まあ、実はね、防衛関連でちょっと面白そうな銘柄、まあ、皆さんも知ってるかもしれないんですけど、まあ、あるんで、またゆくゆく、はい、紹介していきたいと思います。で、やっぱりね、スマスロですよ。スマスロ多分2023年も継続して、注目セクターになって、注目セクターっていうか、注目されるところになってくるんじゃないかなと思ってます。というのも、もうここがね、もう、リアルに、決算に出てくるんで、そこで、どう出てくるかってところなんですよね。というところで、まあ私ずっと本命って言ってるアクセル。で、まあミヤオピー、ゲームカードジョイコ、平和。まあいっぱいあるんですけどね、三共、富士商事、今、かなり値、ね、動き荒い DMP。今もう DMP が、もうモンスターっすよ。あの株価の動き。うん。で、大黒電機、大泉、三立産業。三立産業ちょっと少ないですけど。まあね、結構ここもお世話が広いというか、なんだかんだで社用産業だったんですけど、市場規模大きいんで、うん。それが2023年、2024年、まあ、どんどん続いていくというところで、やっぱ注目すべきところだと思います。で、3番目はね、うん、2023、個人的には、宇宙が結構、やっぱ着目されていくんじゃないかなと思ってます。で、先日紹介した技研製作所。で、結構前に紹介したイーグル工業。で、まあ皆さん、ね、宇宙といえばインクルーシブとかあるんじゃないでしょうかね。で、まあ、宇宙に関しても、ちょっとね、注目してる銘柄は2銘柄ぐらいあるんですよね。うん。まあ、なのでそこは、どん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 また紹介していきたいと思います。で、スマスロも、実はちょっとね、1銘柄ぐらい多分まだあんまり知られてないようなところがあるんで、まあ、もちろんジャルコとか、私が紹介してきた以外にですね、うん。そこもね、ちょっと調べてみて紹介できればと思います。まあ、ここはね、値動きがあんまり激しくないんですけど、激しくないゆえに、まあ、抑えておけば、リスクリワードの観点から言えば結構安全なところかなというところの、はい。まあ、スマスロの、この一銘柄も、まあ、どっかで紹介できればと思っております。まあ、個人的にはこの2023年はこの3つ、で、まあ、サブとしてやっぱりね、継続してみるのはやっぱ半導体ですよね。まあ、サブっていうのはここメインなんですけど、まあ、半導体ももちろん、重要してみますし、あとは、Web3 関連ですかね。っていうところはやっぱり、引き続き要チェックやというところですね。まあ、もちろん、クシム。なかなか難しい展開ですけど、クシム。まあね、ずっと長期で持ってます。もちろんマイナス痛い思いしてるんですけど。はい。まあ引き続き、どん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 応援していきたいと思ってます。はい。ではですね、2023年継続監視銘柄というところで、3銘柄に絞りました。で、1つ目がね、先ほどあった朝日有機材。朝日有機材、ここは、
ちょっとね、今利回りが 2.14% というところで、ちょっとね、その配当利回り的には、うん、そのちょっと美味しさがなくなってきたんですけど、でもね、チャート強いんすよ。本当に強いっす。で、これ実は週足なんですけど、週足で今ここの高値を目指してきてるんですけど、これ月足で10年ぐらい前ですかな、もっとちょっと前かな、ぐらい前も同じぐらいの、ここ今高値ぐらい目指してるんですよ。ということは、ここを超えたら結構熱い展開が待っているかな、というところがあってですね。うん。旭行き材は要チェックやなところです。で、やっぱね、注目すべき点は、もちろん旭化成グループっていうのもあるんですけど、まあ、まあ、日トップ企業ですね。樹脂の、その部材、半導体部材。というところで、やっぱりね、そこがね、ひときわ、他とは違うところ。かなと。まあ、もちろん半導体関連で、旭行き材もちろん着目して、個人的には、こっちっすね。まあ、GX。まあ、GX になるかわかんないですけど、まあ、GX っていうか、その、まあ、脱炭素になりますかね。うん。まあ、地熱発電ですね、やっぱり。うん。で、こっちの方に個人的には着目してます。で、ね。日本で世界で第3位のその地熱の発電量があるにもかかわらず、まあ、やっぱ、その採算が合わなかったりとか、まあ聞く話に国立公園とかのその法的なところの整備っていうのもあるようなことは、まあわからないですけど、聞いたことあるんですけど、やっぱそういったところが足かせとなってなかなかね、進んでないんですけど、まあ神戸物産のね、会長さんか社長さんも積極的に地熱発電取り組む熊本の、小国だったかな、確か。取り組んでらっしゃって、やっぱね、で、そこがですね、掘削のコストとかかなり下がってる、となってます。で、ニュージーランドとかのですね、外資系の企業も参入してきたりしてるので、ちょっとね、個人的には、もちろん半導体のこの部材、っていうところも、大いに注目すべき点なんですけど、個人的にはこっちの地熱発電っていうところ、掘削の方にね、うん、着目はしております。で、あとね、これは完全に妄想なんで、あれなんですけど、やっぱね、温泉開発ってところも、一つ面白いテーマかなと思ってまして、やっぱりインバウンド、日本政府6000万人目指してると。で、結構ね、やっぱ星野リゾートとか、かなり、まあ、会ですね。温泉旅館ブランド会。会はね、展開してきているんですけど、で、外資系もね、マリオットも積水ハウスと手を組んで、道の駅とかで旅館とかやってるんですけど、やっぱどんどんね、やっぱ旅館っていうところで、温泉旅館ってところは、これも日本でしかできないですから。で、今後、やっぱホテルとかの宿泊単価も上がってくるというか、ホテル業って、すいません、ちょっと脱線してしまうんですけど、やっぱりね、差別化が難しいとこなんですよね。うん。結局、まあ、もちろん、賛否両論あると思うんですけど、ビジネスホテルどこ泊まっても、大体一緒じゃないですか、ほとんど。まあ、同じような朝が、もちろん、ディスってるわけじゃなく、めちゃくちゃ美味しかったりとか、お部屋も、あんだけ綺麗で、あんだけコンパクトに、便利なのに、あの値段でできるっていうのはすごいと思いますよ。これ世界じゃないっすよね。なかなか。っていうところはあるんですけど、やっぱね、日本のその基準ってかなり高すぎると思ってまして、
値段によって、値段の割にですね。やっぱね、なかなかその、脱コモディティができてないんですよね。で、やっぱり、その、低価格とかビジネスホテルの価格帯っていうのは勝負が難しいんですよね。もう立地で勝つか、もう値段で勝つかとかしかないですよ。で、まあそこうまくやってるのが多分強力メンテナンス、ドーミンですね。ドーミンとかやっぱ温泉があって、まあもちろん他のビジネスホテルもあるんですけど、やっぱなんかドーミンはちょっと違うかなっていうのはあるんですけど。でもやっぱなかなかね、やっぱもちろんアパさんとかもすごいですけどね。でもやっぱなかなか、ちょっとね、勝負、本当に難しいなとこもあるんですけど。まあそこに来て旅館となればっすね。特にまあ地方だったら、今、高齢化で、なかなかね、人材集めるの難しいところあるんですけど。だからこそ逆に高級旅館ってところがいいんじゃないかなと思ってます。人手が集まらないってことは逆にはやっぱ人件費上がってきて高い値段が来るかもしれませんし、なんかね、そのうまく表現難しいんですけど、高級温泉旅館っていうところで、これ日本でしかできないですから。で、6000万人って考えれば、まだまだ足りないんですよね。まあ、これ、どういう施策でやっていくかわかんないですけど、空き家とかうまく活用すれば、どうかなってあるんですけど、まあ、それは全部、まあ、叶うかっていうと難しいかなと思いますし。まあ、今後ね、やっぱインバウンドってところで考えれば、この掘削ってところは一つ、まあ、面白いテーマになってくるんじゃないかなと思って、朝日有機材、要チェックしてます。まあ、上がってくれたらいいんで、この妄想以外でも、はい、半導体で上がってくると思うんですけど。はい。で、二つ目がですね、日本ピラーですね。まあ、日本ピラーもね、個人的にはちょっと、ま、今持ってないんですけど、待ち構えてるんですよ。下がってくるのは。この2500円割るかな、割らないかなってところで、一回入りたいんですけど、なかなか落ちてこないと。で、まあ、日本ピラーはね、洗浄装置のバルブ、90% の世界シェアを持ってて、販売先はスクリーンホールディングスと。で、スクリーンのね、決算、結構良かったと思うんですよね、個人的には。株価はちょっと落ちてきてる感じなんですけど。結構、悪くはなかったなっていう印象はあったんですが、まあ、第3、第4クォーターどうなるかってところ。ではあるんですけど。はい。まあでも、日本ピラーもね、やっぱ、伴ってスクリーンと、スクリーンが良ければ日本ピラーもいいみたいな、とかありますから。やっぱね、要チェック銘柄だったと思います、日本ピラーです。すいません、半導体関連で防衛宇宙、スマスロ関連ではないんですけど。はい。で、まあ日本ピラーといえば、これですよね。さっき申しました。この、スーパー300タイプ。これが洗浄用装置の世界標準でグローバルシェア 90% というところで圧倒的なシェアです。まあね、やっぱこんだけの高シェア持ってる日本の中小企業ってやっぱりなかなかないですし、で、半導体。まあ、これね。まあ、どう見ても減っていくってことはないんで、需要はどちらかというと右肩上がりになってくると思うので、はい、日本ピラー、要チェックやですね。で、なおかつ、日本ピラーね、このうまいこと、TSMC 関連の、九州に工場を持ってますよ。で、近くに。ソニーセミコンダクター、東京エレク、ローゼ、内外テックとかね。まあいろいろ出てますよね。まあちょっと日安ってところも面白いですけど。
まあ、というところで、まあ、TSMC 関連と見ても、非常に狙っていけるかなと思ってます。はい。で、最後はね、イーグル工業です。ここはね、宇宙関連として、まあ、宇宙以外も原発もあるし、EV もあるし、まあね、こう超有力企業っすよ。イーグル工業は、個人的に。で、今ちょっと利回りがね、4.66、まあ高いんですけど、もともとやっぱ 5%、6% 近いとこあったんで、900円台ぐらいの時はね、うん。で、今ちょっとね、週足で見たらちょっと落ちてきてる感じはあるんですけど、まあでも全然、値動きがね、本当にそんな、一気に100円、200円とかストップ高とか、基本的にはあんまり考えられないんで、まあ、うまいことを難品をするのを想定してやれば、はい、うまく仕込めて、コツ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 いけるんじゃないかなとは思ってます。まあ、逆に言えば、下がるときも急に下がらないんで、逃げることもできますね。うん。で、まあ、イーグル工業はね、原子力、原発関連のこの部品ですね。部品使われたり、EV。まあね、EV がね、ちょっとここに来てテスラの株価が下がってる。まあ私もね、EV に関しては別に否定するわけじゃないんですけど、本当脱炭素かっていうとか常々疑問がありまして、まあ、EV の車重いですし、で、そもそも電気作るのに化石燃料を使ってるってところもありますしね。で、なおかつ充電時間が長いと。で、冬場はね、今どうなんのと、この時期。ってところがあるんで、まぁ、ちょっと実は、ちょっとね、みんなも気づいてき始めてんじゃないかな、というところはあって。なので、まぁ、一応 EV はまぁ、テーマとしてでっかいテーマなんで、載せてるんですけど、個人的にあんまり EV は、うん、ちょっとね、注視はしてます。なので、あんま EV 関連で買ってないんですよね。はい。で、まあ EV もやってると。で、やっぱここですね、宇宙。うん。まあ、宇宙に夢中というところで、宇宙関連もやってると。でね、この、以前も話したんですけど、ホリエモンチャンネルで、ホリエモンもね、イーグル工業のことについてちょっと話してたんですよね。注目してるみたいな感じで。まあなんでね、ちょっとそういった思惑のところもあるんじゃないかなっていうところもありますし、まあ、逆にホリエモンもね、注目している銘柄というところで、はい、イーグル工業結構面白くなってくるんじゃないかなと思います。まあやっぱりね、こういった技術力のある会社の部品を使わないと、やっぱりね、宇宙とか、技術力のいる、ものを作るのにやっぱ耐えられないと思いますね。うん。まあ、下町ロケットっすよね。佃品質。まあ、そういったところになってくると思うんで。まあ、イーグル工業やっぱりね、うん、注目できるかな。2023年も引き続き注目すべきところかなとは思います。まあ、ちょっとね、すいません。脱線も脱線しちゃって長くなっちゃったんですけど、2023年引き続き、朝日雪材、日本ピラー、イーグル工業、要チェックっすね。はい。で、まあ、他にも、本当はね、日本電気ガラスとか、入れたかったですし、で、あと日本エスコン。まあ、日本エスコンね、不動産関連なんですけど、まあ、タイのね、分譲、戸建ての住宅もやったり、アメリカにも進出したりしてますし、あと、セレンディクスっていう、子会社の 3D プリンターの家とかもやってるんで、あとは就活、終わりの方の就活。で、
まあ、日本エスコンなぜずっと私言ってるかっていうと、来年、あ、えっ、ー、と、2000、今年ですね。2023年のエスコンの、エスコンフィールドドームだったっけな。あの、日ハムの本拠地ですよ。うん。こういったところでね、ちょっとね、はい、入っていくんじゃないかなと思います。で、日本エスコン配当利回り、高いんで、で、個人的には今、12月の、末で権利落ちしたんで、結構ね、長期で持っててももしいいんじゃないかなと思います。はい。もう日本エスコンもやっぱね、注目できるかなとは思ってるんで、まあね、昔の動画ね、ちょっと検索してもらったりとかすれば紹介しているんで、まあぜひいろいろ見ていただければと思います。で、まあ、最後によろしくぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。以上です。